皆さんこんにちは、神木です。今回はこちらのジョッキビールの作り方をご紹介します。それでは作り方です。白い面を表にしてまず横半分に折ります。折ったところを戻します。次に右端を左に合わせて半分に折ります。で、上の1枚を端に合わせて半分に折ります。この折ったところはそのままにしてこのように開きます。次に端を真ん中に合わせて左端だけちょっとこう印をつけるように折ります。そしてこのつけた印に合わせて下を折ります。ついている折り筋で折ります。裏返します。ここの色の変わっているところで手前に折ります。そしてこの隙間のところを広げながら下を三角に潰してこう畳みます。この部分を折ります。次に、この部分を1/3折ります。まずちょっと折ってみて、こことここが同じぐらいになるところで折ります。そして、左の端をここの線に合わせて折ります。裏返して完成です。こちらのグラスビールのタイプは以前動画でご紹介したタピオカミルクティーの作り方と同じです。黄色で作るとビールっぽくなります。ご視聴ありがとうございました。それでは次回まで、さようなら。